金沢工業高等専門学校所属の谷明彦、発表を始めさせていただきます。タイトルは英日翻訳システムの作成です。テーマはするしたなどするからしたなどの、どうやって翻訳をするかです。過去形だけでも日本語には多くの形があって、動詞に多くの形があって、したとかやったとかいたとか来たとか、動詞ごとに変わる形にどうやって対応して変えていけばいいのかというものです。まず何形なのかを判断して変えていこうと思いました。文章中にこのその特徴のあるものを探して、それにフラグを立てて、そのフラグによって、形を変えるというものです。これが、今回実演で使う文章の例です。いっぱいあるんですけど、今現在はこれだけに、このこいつらだけに、対応しています。他のはちょっと無理でした。これか。じゃあまず0番から順番にやっていきたいと思います。結果は、is とか are とかの B 動詞は、なんか何というふうに訳せばいいのかがちょっとわからなかったので、 this はなんかちょっと違う気がして、で、その辞書の中には is に対応する動詞はないものとして作りました。次に、これが一般の現在形ですね。この to なんですけど、 and っていうのは、なんか分類とかはせずに普通にあの名詞とかと同じところに入れて、順番に I、トム&I っていうふうに順番にやって翻訳しているので、トムと私はというふうになっています。2番、これは三人称のものです。特に何かあったりはしません。3番をやったから4番、3番か。これが否定形ですね。私は車を持っていない。この、いないというのが、後からフラグを立てて、否定形のノットを見たときにフラグを立てて、持っているというのが入っている辞書に入っているんですが、いるに反応してフラグがあって、ノットフラグを見たので、そのいるを変えるというプログラムが動いて、いないにその変わるというものです。4番、これは否定の過去の過去形の否定です。ない、否定で否定のフラグで中が追加されて、過去のフラグで他が追加されて、彼女は昼食を料理しなかったという形になっています。5番、これは普通の過去形ですね。他が追加され、プレイするというものが、確か初めに入っていて、するが、死に変わって他が追加されました。6番が受け身です。あ、違うな、6番が過去形、6番が普通の過去、こっちも普通の過去形ですね。これは、did という、不規則の動詞を使ってが使用されていて、その did の反応は元から不規則動詞という、くくりがあって、それに反応した場合、その不規則動詞の元の動詞にその単語が変換されることで、
フラグを立てるのと普通に変換するのとというのをで可能にしています。ちょっと7番、これが受け身ですね。受け身のフラグは確か B 動詞と、括弧分詞が、入っていることを確認したときに、発動して、によってとさが追加されて、レルが元からレルが括弧分受け身の時に追加されてという感じで、はい、です。反応して塗ってます。で、それさっきやったやつかな。なんで2回も実行したんだ。9番が、現在完了形です。こちらはHave、Has と加工分子が反応することで、したところだ、たところだ、たところだを文章に追加するのと、Do のするを C に変換しています。で、現在か進行して疑問文で次が疑問文で、はい、疑問文はこのクエスチョンマークに反応しています。11、こちらは疑問文の一般の一般動詞の疑問文です。彼はテニスをプレイするとなっています。基本的にクエスチョンマークが追加されるだけなんですが、この一般動詞の疑問文は、このテニスのところにクエスチョンマークがくっついているんですね。でこれがくっついているのでクエスチョンマーク単体で、反応することができないとき、そういうときには、エンドウィズのやつで後ろにクエスチョンマークがついているかどうかを見て、反応するようになっています。で最後の、例 A なんですが、これは失敗というか、これにこのプログラムを作ることで、起きたものなんですが、この彼仕事となっています。これは本来ワークは、働くという、動詞が動詞の欄に入っているんですが、このプログラムは、名詞の欄の後にこの動詞の欄を見てという形になっているので、もしも名詞の欄にワークが入っていたら、先に名詞の欄をこの日本語にしてしまって動詞の方は日本語化されないというものになってしまっています。そのせいで、どちらも名詞となってしまっています。これについては後で確か話します。これで実行の下プレゼンション、ちょっと待ってください。アマゾンの2個上のですね。F5、 あれ FN をしながら F5、 ちょっと待ってください。ちげこれのじゃあそれで上までカーソルを持っていってクリックしてみこう。あった F の一覧を、ここっすね。これはどうしたもんか。
何をしてるんや。いや、ちょっと今これどれも選択できないっすね。どうしたっけな。あれ？エスケープをしてくれるって。あ、はい。あ、できますね。はい。そこで、それで工夫した点です。名詞と兼用動詞の扱いさっき失敗してたんですが、ウォークは働くという動詞で使いますけど、仕事という名詞で使うこともあり、どちらの意味で使うかを振り分けるのに、座があるかどうかとか、他に例えば前に動詞があるかどうかでフラグを立てて、名詞か動詞かを判別するように、しようというプログラムを立てたんですが、まあちょっと足りなくて、多分名詞の、じゃあ動詞の欄からこの兼用のやつを消さない、動詞から兼用のやつを消さないと名詞として、このウォークというやつを動詞として使うときには名詞の欄から消さなければいけないんですが、今のプログラムではその消すところが入っていなくて、名詞として使われてしまいました。で、次に、ED とか ING、S などの処理で、辞書内にある最後が ED とかの単語に該当しない単語、プレイとかでプレイドっていう単語がないので、そういうものに、そういうものが入力した文章に入っていた場合、フラグを立てた後に ED を削って、プレイドの ED を削ってプレイに変えた状態で、進めて、最後に取ってきた最後に当てはめるときに、そのフラグでしたというふうに追加するっていうものになっています。考察です。実際に動かせる形は例にしたやつだけで、他の形はまだ対応していないんですが、他の形も同じようにプログラム組んでいけばカバーできるんじゃないかと思っています。名詞と動詞の判別に少し失敗しまして、名詞に初めから入っている動詞と基本単語は名詞として処理されるようになってしまいました。この改善案としてさっき話した通りの、何個入ってるか、動詞が何個入ってるかとかでフラグ立てて、1個の場合はその名詞は名詞として使うわけじゃなく動詞として使うってことが分かるので、そこで判断してプログラムを組むことで正常に動くんじゃないかなと思っています。まとめです。英語を復習しながらの作成になったので、結構そこら辺でもタイムラグというか遅くなってしまいまして、あと「は」とか「や」「お」っていうのは初めからこの辞書に入ってるわけではなく、この動詞の後とかその名詞と動詞の移り変わりの間とかでフラグ立ててやってるんで、そこを入れるっていうのが結構難しかったです。で、一日中プログラムを触るっていうのは結構初めての経験だったので、結構刺激的な5日間でした。で、作成したプログラムなんですが、まだまだ手加えられますし、あとクラスとか関数とか作ってやったんですけど、それもちゃんと使い切れてるかって言われるとそういうこともないんで、まだまだだったなと思ってます。でも、経験値がもうめちゃくちゃ上がったと思います。で、終了です。ありがとうございました。